はい、皆さんどうもこんにちは。ということで、今回はドラガリアロストやっていきたいと思います。まあ、普段ね、俺と岩田さんとね、ジャイアント黒田さんで、ドラガリアお悩みロストやっておりますけども、さすがにやっぱ正月ね、3人集まって動画撮影ってのは結構しんどいんで、今回は私はね、俺は、自分のチャンネルで弾いていきたいなと思っております。だからこの動画撮るまでこれ弾いてないから、もう今もう1月3日だけど、やっと弾けるっていうね、はい、状態です。はい、で十二粒子っていうね、干支のっていうか、干支じゃないけど、そのなんかその1年多分1回しか出ないんだと思う、その十二粒子っていうのは、はい、っていうようなキャラクターが出ておりまして、それをね、狙っていきたいなと、はい、思っております。十二粒子、ただまあメンズなんでね、マリステンの方がまだなんとなくちょっと欲しさはあるんですけど、まあ、でも強いんだろうな。多分切り傷っていう特殊、まあ、状態みたいなのが入って、で切り傷入ると、まあ、継続してダメージを与えられるという、はい、まあ、そういうね、ことができる、結構 DPS は高めなのかなというような印象の、キャラクターなわけですけども、それをちょっと狙っていきたいなと思います。で、斧のキャラクターもね、追加されてて、今回全員キャラクターは切り傷使えるんですけどもね、サザンカ、これかわいいね、斧で、年々コロリっていうバーストが強化されるとか、もちろん属性がちょっとね、違うんだけども、アディスっていうね、刀のキャラクターとかも追加されて、はい、いう感じの、ラインナップになっております。で結構配布されてるリアルに10連チケットだって俺4つも溜まってるから、まあ、どんだけここでちょっとこう解放するかにもよるし、まあ、石も溜まってるかなっていうのもあるけどね、ちょっとまあまあでも家康引いてマリステンまで行きたいなって感じはあるけども、じゃあ行きましょう、まあ、チケットで行きましょう。まずは、はい、チケットから消化します。あ、ちょっと待って、10連できるよね。よしよしよし、これ行こう。あのクリスマスそんなに引かなかったんで、正直ちょっとここで一発ぶっ込みたいと思います。タッ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 、すごい読み込んでるよ。どう、お、にじったにじったにじった、これは熱い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 、んん、どこ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 どれ、ほら五歩じゃねえかよ五歩やないかい、五歩やんけ、おい。まあ、まあいいけど。初手五歩痛えな。なるほどね。なるほどですね。なるほど、なるほど。マジか。そうきたか。あー。しかも、え？関係ないじゃん。前のやつだろ、これ。関係ねえやつ来たじゃん、これ。マジか。あー、いった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 ー。ダメだ。ちょ、もう一回行こう。うわ、マジかよ。吸われたわ。あー、読み込みちょっと甘いか？演出ちょっと弱いか？あー、これ怖えな。まあ、見てみんとわからんからね。一応ね。うわ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 、怖っ、これ。なんか昇格してほしいわ。これ、まあ、まあ、せめて、その今回追加されたキャラは欲しいけど、どうよ。もう見て、どうなんだろう。あー、はい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 。見んとこ、だな、だな、これ。はいはい。そして、あ、これはでも一応今回のやつだね。だんだん強くなるやつ。あら、フェニックス。とつれるんだよね、もうフェニックス。わあ、ちょっと待って、やばいな。もう、まだ行こう。これはちょっとこれ終われないでしょう。さすがに。うわ、またちょっと読み込み甘いけど。うわあ、虹行かず。演出特になくというね。うわうわうわ、こう、わ、ちょ、一応行こう、パーって行こう。いや、関係ない。関係ない。僕は分かんないからね。あーでもこれはお正月のやつだね。はいはいはい。はい、これはもういいんですけど、ね。はい、完
何か、うわこれ早いな、展開早くない。お、箱板勝負2枚目、はい、王の遺伝、まあ悪くないけどね、王の遺伝もね、流化早めるからね。なるほど、うわこれきついな、ちょっとそろそろ出てほしいよこれ。読み込み微妙か、あーもう一声来ない、うわこれ石いくわ、石いっちゃうやつだね、うーわきつ、サクサクいこうこれ、僕の時点でもうあれだから、もう察しだからな、キャラ来てほしいわ、せめて。ああ、出た出た出た、これはね今回のキャラですね、はい、風属性ですね。ちょっとでもこれちょっと苦しいな、これ行かざるを得ないな。ちょっと竜地を使います、もうちょっと追っかけよう、あと飛んで上がらず昇格はなく、あでもこの斧はもしやって感じはあるな、熱い斧じゃない今の、どこからもあるよ、スター、サザンカー、一旦星5以外のそのキャラは揃った感じだね。うん、クリーンと、いいでしょう。あー、特にか？特にか？特に何もこともなく、かぶっていく。ふー、きっついな。まあ、サザンカ手に入ったからまあいいでしょう。まだ行こう。これで60だね、多分ね。100ぐらいいくか、これ。どうすっか。ああ、虹いった、これ怖い、これ怖い、あでも2個ある、虹2個ある、これいったんじゃない、さすがに、さすがに5分2枚はないでしょ、あんのかい、あんのかい。いやまあでもまあさっき手に入った5分は正月5分じゃなかったんでっていうのはありつつも、それでも5分2来るか、あー、金河新年ね。あー、まあ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 、まあですよ。ここなんかないの？え？リリーちゃんじゃん。関係ないリリタム出るんだ。なるほど。金河新年。うわー、でもここす、また虹吸われたわ。ちょっと待って、これどういう、あー、麻痺耐性と光属性耐性なんだ。なるほどね。よいしょ、まだ行く。ちょ、さすがにちょっとマリステンか、ちょっと家康どっちかは欲しいわ。あ、でも今読み込み甘いな。行くのか、これで。うわ、これちょっと結構沼ってきたな。やべえ。もう引くに引けなくなってくるやん。この水準引くに引けなくなってくる全通水準だな。まずいね。やばい。あー、マジかよ。うわ、でも、まあでも貯めといたから、まあよかったけど。読み込みどうか、今の少ないか、あもう演出まで飛ばしちゃった。いや待って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 、これ早い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 、ガンガン行くじゃん。うーん、ニューもないというね。うわこれマジか、全通だなこれ、展開早い。うわ虹も行かない、うわうわうわ、マジか、これきついぞ、変化してほしい、なんか昇格とかないのか。うわー、まあでも正月五分排水か、これ突れるな、でも突煙突までいかないんだよな。うん、早い。読み込みないなあ。あ、虹いった、いやわかんねえもうこれ、1個しかない、しかもいやマジ5分出るわ。どんだけ5分出んだよこれマジで。うわやば、ちょこれマジ5分吸われるな、全部吸われてるやん5分に、虹これマジで
きつ。うわ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 、また謹賀新年。うわ、しかもこれうわ、なんとかかんとかかき集めればもういけるけどね、ワンチャンスね。うわきっつ。うわ昇格しねえ。もう最後スキップでいいか。うわー、まあこれいいけどね、武蔵悪くないけど。うわちょっと待って、じゃあちょっと一瞬かき集めるわ、一瞬かき集めます。はいはい、ということでキャラスト見てかき集めましたけども、まあ、チケという手もあるな。ちょ、チケ行くか、単発信じるか、まあ、どっちも行こう、まあ、どっちも行ってみよう。まず普通に引きます。いや読み込んでなさそうなんだよあーやばいやばい。あ、でも金3つなんだよね。ちょスキップ。あー出ねえか、これ何。あ、毒耐性、水耐性、はいはいはい。単発行くしかないか、これもう。じゃあ単発行きます。もう全突破します、これ。はい。単発はパパッと行こう。おお、何もないね。はい。うおー、チケットが。単発どうなんだろうね。あんまり単発とかって信じない人間なんだけど。いやまあそうやすやすと電話な。ただ逆にここでまあ演出が一回一回こう出てくるってのはまあ熱いっちゃ熱い。ここでもう虹だったらもう虹だもんね。うわ、俺ちょっとやべえなこれなかなか戦慄する結果になってしまうな。うわー、ちょっと長めに読み込んだけど、今どうだ。ああ、甘くはない。そう、甘くはないか。いや、でもここで出たらマジ熱い熱い。ああ。すげえ、すげえ雫たまるな。すげえ雫たまる。うわあ、出ない。出ないね、これ。ちょっともう、チケットも全部いこう、これ。うわ止まらねえ、悪い流れが止まらねえ。あー虹も出ねえ。だ虹が出たらもうそれも激アツ。虹が出ない。さあ残る、着々とチケットが減っていく中、マリシテンも出ておらず、家康も出ておらずということで、かなりきついが、どうだ。うわー発展しねー。頼む、そろそろなんか来てくれ。うわー単発、なんか読み込みが遅い、読み込みが遅いというか早い時点でもあれなのかな、もう入ってないっぽいもんな。早いな。いや来てくれ、そろそろ。早いな。いや発展しない、きつー。うわこれ最大、今まで最高にきついなこれ。頼む。わあ残り6枚、ゴリゴリ減ってく。あでも読み込んだぞ今、これは熱い演出か。さあ何、おあこれはきたー、家康ここで来んのかここで来んのか家康、マジか。うわ、結構、持ってかれたね。マジで全突破だったね。ちょ、もうこっからのマネしてんはもう相当きついけど。
一応狙うか、もうチケットは全部使い果たすか。うーわー、いやでも出るもんだね、チケットで。これ何連行ったろ、100連ぐらいしたよね。100連行った、行ったか行ってないかギリギリでしょ多分。おお、きつかった。あ、金だ。何、ああ、え、ああ、はいはいはい、おじいちゃん。あ、え、激アツ、何、ドラゴン来て、あれ、つえリミッターも、あ、ビルデガルド持ってないからこれは発言ありがてえ。よっしゃー、いやちょ待って、マリステンって どんなもんよ。いや俺これ追っかけんの無理だな。0.5 はちょっと俺無理だな。ちょ、俺もう今日はちょっとやめとこう。はい、ということで、無事に、家康は出ました。まあでも実際キャラ出とけばまあってところがあるんで、いやマリシテンちょっと欲しかったけどな。ちょ、今回やめとこう。ちょ、もう短期待ちほど恐ろしいもんないからやっぱ。12粒子が1人、うん、家康ということで、まあなんとか、うん、なんとか相打ちみたいなとこあるけどな。まあなんとか家康でしたね、はい、いやーでもゴール相当出たな本当に。まあいいや、はい、ということで、まあまだね、あのイベント期間はあるので、ちょっと家康育てて、ちょっとゴリッとね、周回していきたいと思います。はい、多分、いやこれ強いのは強いんだよね、家康ね、はい、なのでかなり攻め攻めの構成だと思うので、ちょっと使っていきたいと思います。ということでご視聴ありがとうございました。またでは次回お会いいたしましょう。まあ、次回は多分あの3人のラジオの方、ね、になるのでご覧ください。ということでご視聴ありがとうございました。またでは次回お会いいたしましょう。バイバイ。